HDV, 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 HD は i、い、ディフィニションビデオは HDTV 映像を記録する機器の規格。HDV 規格は日本ビクター、ソニー、キャノン、シャープの4社により策定され、2003年9月30日に発表された。日本ビクターは 720p 方式を採用。 ソニーとキャノンは 1080i 方式を採用したシープは結局発売せずに終わった。現在、民生用分野では、ハードディスクやフラッシュメモリーへ記録するタイプ、アベッチドなどに移行していったため、ソニー、日本ビクターキャノンいずれも、すでに機器の生産を終了している。業務用分野においても、光ディスクやフラッシュメモリーへの記録する方式、ザドカム P2 等への移行が進み、 ソニーによって生産されていた最後の2機種も2015年12月までに生産が終了することが発表された。録画用テープについては引き続き供給される。DV 企画では、策定当初から HD 仕様が予定されており、SD 仕様のビットレートを2倍にして記録するというものであった。しかしながら、記録時間が半分になるなどの問題もあり、 その企画は実用化されず、別途 HDV 企画が策定、実用化された。HDV 企画は DV 企画と物理層を共有することで、大量生産されているハードウェアやテープメディア等が共有でき、コストパフォーマンスに優れる。ソニーの業務用機器はすべてディボシム DV。 SP モードの記録及び再生が可能で、さらに d ィ v o k Pro の一部記録方式の再生にも対応している。DV の物理層を使用した上で、ハイビジョン映像の記録再生を実現させるために、より効率の高い不合化方式が要求されたことから、映像圧縮方式として、MPEG-2、音声圧縮方式として、主に MPEG-1、1オーディオ画像 -2 が使用される。 映像と音声の多重化方式は MPEG-2 システムを用いる。記録メディアには従来のデジタルビデオカメラで使用されている標準 DV、カセットテープ内しミニードブカセットテープを使用する。テープ走行速度、記録ピッチなどはすべて DV 規格に準ずる。がって、角。 カセットテープへの記録時間も DV 規格の標準モードと同じであり、標準 DV カセットで120分から270分、ミニードルカセットで60分もしくは80分である。HDV は映像圧縮方式の違いから DV と比較してデータエラーによる映像欠落の影響が大きい。そこでエラー訂正能力を複数トラック間に対応させることで、 データ欠落に対する耐性を高めたほか、より信頼性を高めたとする HDV 用カセットテープが販売されている。通常、HDV 機器ではミニードブサイズのカセットを使用するのだが、業務用モデルでは標準 DV サイズのカセットにも対応した製品がある。なお、HDV 機器においては、標準 DV サイズのカセットはラージカセットとも呼ばれる。 HDV 機器を外部記録装置やパーソナルコンピュータ、パソコンと接続するとき、DV 機器と同様に IEE-1394i リンクを用いる。USB が利用できるものも存在する。HDMI や HDSDI 等のデジタルビデオインターフェースが搭載されているものも存在する。一部の DVHS 機器には、 HDV720P と互換性がある。ソニーやパナソニック製の民生用 BD レコーダーで iLink 入出力端子を装備するものでは、HDV カセットテープに録画したデジタルデータを iLink を経由して、無劣化で HDV カムコーダーから BD レコーダー内蔵を HDD にダビングすることができるものが存在する。BD レコーダーの編集機能を用いて編集した後、 記録型ブルー、レイディスクへダビングすることができる。DV と同様、パーソナルコンピュータ、パソコンを使用したノンリニア編集との親和性が高い。DV 等のイントラフレームベースの規格と比較した場合、一般的に MPEG-2 データの編集装置の実現には、より高い技術が要求される。Windows 向けとして、 アビットザプレスプロバージョン5.24以降、アドビプレミア、CS2 以降、ソニーラスベガス、エディウス、エディウスシリーズ、スーパーロイラスコープ、ロイロシリーズ、マックス向けとして、ファイナルカットプロファイナル、カットエクスプレス、ファイナルカットシリーズ、アドビプレミアがある。編集した映像は HDV 形式で出力して、 ミニードブテープにハイビジョンのまま書き戻すことができる。有効操作線数1080本のインターレース操作である HDV1080i と720本のプログレッシブ操作である HDV720p の2種類が定義されている。HDV1080i 方式では基本的に1440-1080画素秒間59.94。 50フィールドのインターレース映像を約 25Mbps の MPEG-2 ビデオで圧縮し記録する。音声は基本的にサンプリング周波数 48kHz、16ビットステレオオーディオを 384kbps のビットレートで MPEG-1 オーディオ画素を -2 として圧縮記録する。テープには映像と音声のペースを記録し、 IEEE 1394で外部機器と記録データを送受信する際は MPEG-2TS で多重化する。既存のテレビジョン規格と同じ操作方式を用いているため既存機器との親和性が高い。なお映像の 24P 記録や MPEG2 画像2で音声の4チャンネル記録に対応した拡張規格が存在する。HDV720P 方式では 1280、720画素、秒間30、60、25、50フレームのプログネッシブ映像を約19、約 19Mbps の MPEG-2 ビデオで、圧縮、記録する。音声は、サンプリング周波数 48kHz、16ビットステレオ,オーディオを、384kbps のビットレートで、MPEG-1 オーディオ画素を -2 として、圧縮。 記録する。テープには、音声ストリームと、MPEG-2TS で多重化して、DV 記録時のビデオセクターに記録するが、DV 記録のオーディオセクターがそのまま残るため、ここに冷やしくの音声データ、48kHz、1 6ビットを記録す、オプション規格も存在する。下記の機種はすべて生産、販売が終了している、2016年3月、現在、 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。